山陽,山陽自動車道、山陽自動車道、山陽自動車道、サニョエクスプレスウェイは、兵庫県神戸市北区を起点に、岡山県、広島県を経由して、山口県山口市へ、及び山口県宇部市から道県下関市へ至る、高速道、高速自動車国道である。略称は、山陽道、山陽道、サニョエクスプウェイ。 高速道路ナンバリングによる路線番号は、広島岩国道路、小郡道路、山口上部道路、香川インターチェンジ、IC、上ジャンクション、JCT 間とともに E2 が割り振られている。1997年、平成9年12月10日に全線開通した、本線、神戸 JCT 山口 JCT の他に、君支線、三木 JCT 神戸西 IC、 倉敷林島支線、倉敷 JCT 林島 IC、宇部下関線、宇部 JCT 下関 JCT が開通している。本線は、アジアハイウェイ1号線、R1 の一部となっている。山陽地方を東西に貫く高速道路であり、瀬戸内海沿いを走るが、全般的に海岸線より、やや内陸よりを走っており、海の見える区間は少ない。路線の大半は、 山陽新幹線と並行して通っており、多くの区間で高速道路上の車窓から新幹線を、新幹線の車窓から山陽自動車道を見ることができる。また全線が国道2号及び旧山陽道の路線にほぼ沿って作られている。山陽自動車道は従来からあった中国自動車道に比べ、急勾配や極端に半径の小さい急カーブが極力抑えられているが、 これを避ける代わりに、山地部区間などでは、高架橋や距離の長いトンネルが属している。このような区間では建設費抑制の観点から、路肩部分の幅を1.25メートル M に抑えたため、良好な道路線形ではあっても最高速度が時速80キロメートルに抑制されている。詳細は後日、広島県公安委員会管轄のトンネルでは、 車線変更禁止が課せられていることも多い。一方で、平野部の大半区間では、低コストな森土や霧通しで建設され、路肩幅が十分2.5メートル確保されたこともあって、最高速度時速100キロメートルで走行できる。そのため、最高速度が、スイタ JCT 宝塚 IC を除く全線で、時速80キロメートル以下に抑えられている。 中国道よりも走りやすく、山陽道の全線開通に伴い、利用者が、中国道から山陽道にシフトしている。二重化、地 JCT と大竹 JCT の間は、厳密には山陽道ではなく、山陽自動車道に並行する国道を二号自動車、専用道路の広島岩国道路であるが、山陽自動車道本線と一体的に運用されている。なお、 広島岩国道路建設における裁判において、国はこの区間に、山陽道を別路線として建設すると明言したが、現時点で建設される予定はなく、計画は事実上消滅している。また、道路公段民営化の過程で、全国路線網になり、償還期限が30年以上延長されたにも、かかわらず、距離料金単価は、 山陽道本線の1.6倍に据え置かれているため、沿線からは不満の声が上がっている。宇部下関線は2001年、平成13年3月11日に開通した。全区間暫定に車線のため最高速度時速 70km に規制されている。これと同時に、小郡道路、山口南 IC か川 IC、国道2号自動車専用道路、無料区間と山口宇部道路、 が川 IC うべ JCT、主要地方道山口うべ線が平行路線に指定され、国間道法に基づく、高規格幹線道路としての山陽自動車道のネットワーク完成した。しかし、小郡道路、山口うべ道路でつながっている、山口南 IC うべ JCT は、高速自動車国道の路線を指定する政令で、指定されていない予定路線区間となっており、 山陽道としての基本計画は出されていない。2005年、平成17年に台風14号の影響で岩国 IC 区が IC 間において路面が50メートルにわたって崩落する災害が発生し、同年12月1日12時まで通行止めとなった。国土開発幹線自動車道建設法に基づく国土開発幹線自動車道、国間道としての山陽自動車道は、 以下の通りとされている。高速自動車国道の路線を指定する政令に基づく高速自動車国道としての三洋自動車道は以下の二路線からなる。これらについて営業中路線の道路名に区分すると以下のようになる。また、上記の他に本州四国連絡道路への接続路線として以下の二つの支線が存在する。これらも営業上は 山陽自動車道の道路名で案内される。なお、君市線の君は、神戸西 IC 付近の地名である、神戸市西区押しべ谷町君に由来している。さらに、吹田山口線と宇部下関線の間、山口市宇部市間を結ぶ、山陽自動車道に並行する自動車、専用道路としてが存在する。以下では、突起がない場合は、 道路名としての山陽自動車道の区間について述べる。山陽自動車道は全区間を通して交通量が多いため、市の坂 PA、深井 PA、スオーナダ PA を除くすべてのサービスエリア、パーキングエリアには移転がある。また、すべてのサービスエリアにガソリンスタンドがあり、沢川合津 A を除くすべてのサービスエリアにレストランが設置されている。 ガソリンスタンドは沢川子 A を除きすべて24時間営業。なお、給油所があるパーキングエリアはない。サービスエリアはすべて24時間営業。パーキングエリアは、大悟 PA 下り線、白鳥 PA 下り線、瀬戸 PA、八幡 PA、沖谷 PA 上り線、沼田 PA 下り線が24時間営業。2005年。 平成17年10月の道路交段ミニエーカ後は、全区間が西日本高速道路の管轄となっており、備前 IC を境に東側を、関西支社が、西側を、中国支社が管轄している。24時間交通量、大道路交通センサス。平成17年度の岩国 IC、久我 IC 間は調査当時、土砂崩れにより長期通行止めだったためデータなし。また、 この関係で、広島 JGT 山口 JCT の区間を中心に大幅に交通量が少なくなっている。2002年度区間別日平均交通量、本線、神戸 j c t 八日市 JCT、本線、大竹 j c t 山口 JCT、君市線、三木 j c t 神戸西 IC、倉敷林島市線、倉敷 j c t 林間 IC、宇部下関線、 上 JCT 下関 JCT 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。